野村古道宝越クラブ、覆面の女たち武蔵野の片ほとり軒場に富士を眺めて耳に玉川の背の音を聞こうといった場所にいとも正常なる一羽の胴が立っておりました胴といっても 和洋折衷のバンガロー風のずま屋で文化住宅に毛の生えたものにすぎませんが深々と堀を巡らし猛犬を飼い鉄条網を張り渡して容易に里の子も近づけず隣組の交際もありませんがそれでも週に1度あるいは月に2度くらい電車で自動車で八方から集まる人数はざっと30人ばかり。 時には異国的な邪悪妖艶なガの音が漏れあるいは道雨を包んで怪しき興奮がたなびき石けに始まって仰天に至るまで何とも知れぬ不思議な放炎が展開するのでした玄関に掲げた看板に認めたのは「墨黒黒」と「放閲クラブ」の5文字「放閲」というのは言うまでもなく 仏法から来た言葉で「教法を弔問して心に生じたる喜び」と辞書の中はしてあります宗教が自由になり集会が自由になると明らかに精神異常者としか思われない憑依状態の女が神様扱いにされて予言めかしいことをしゃべり散らしペテン氏がまたそれを利用して巧みに狂信者軍を煽り立て いつの間にやらそれが宗教らしい形を備えていく例は決して少なくはありません放越倶楽部もおそらくそんな出来星宗教の一つで人目の多い東京の中心を避けわざわざこんなところに人寄せをするのだろうと村の有識者たちは淡い警部の目を持って見ておりましたところがどうしてこれは そんな生やさしいものではなく最も原世的で最も愚劣で最も刺激的で最も悪魔的な意図と欲求を持ったものの、隠れ遊びの場所に過ぎなかったことはクラブの壊滅とともに東京中の新聞に伝えられる日が来ましたそれはともかくとして横島な官能の欲求に溺れて 罪罪悪悪の上に罪悪を重ねて行ったこの「放裂クラブ」が最後の日のポンペイのようにもろくも天下に焼き尽くされたその日の凄まじい断末魔をここにお話ししようと思うのですこの看板に掲げた「放裂」は英語の「エクスタシー」の翻訳で決してありがたい教紋を聴聞して 心の喜びに浸る意味ではなく反対にどうすれば人間は無が夢中になり有頂天になり観能の喜びに浸って光悦境に入ることができるかそれを研究し実行する世にも邪悪な企てを持った人たちの悪の道場に過ぎなかったのです会長は茶谷今夜 四十年配の油ぶぎった体と皮肉な微笑と聡明らしい目を持った男で社会的地位はわかりませんがよっぽど金を持っているらしくこの別荘を放鬱クラブのために開放しているほか毎週三十人の客をまかない自家用車を乗り回して木さえ向けば会員たちのどんな申し出にも応じて陥落追及のためには。 決して背後を見せないといとう最も勇猛なる快楽主義者の戦士でしたその夫人綾子はどんな時でも夫今夜のそばにつ,つましく控えておりますがこの説の人には珍しい大あばたの上申し分なく醜い顔の持ち主で若くて天然痘を患った時喉まですっかり潰れてしまい ガチョウが絞め殺されそうな声をしているそうでいつでも様相に深々とベールを下げ決して顔も見せず口もきかないのが特徴とされておりますその証拠にはお茶などを飲む時口までベールをあげることがありますがその時ちらっと見える方からあごへかけて無残にもあずき大の赤黒いアバタが。 つるべの佐野郎左衛門で、会員たちの好奇心もいっぺんに冷めて思わず顔を背けることも少なくはありませんこれほど醜い婦人を浮気者らしい茶谷今夜が大した嫌な顔もせずいやそれどころではなく恐ろしくいとしがりさえして自分のそばから寸刻も離さないのは多分 子夫人にはおびただしい財力があり茶谷今夜の底抜けのぜいたくな生活がそれで全部を賄われているので醜い夫人をどうすることもできないのではあるまいかとこれは会員たちのひそかなうわさでしたその証拠にはこの放鬱クラブに列席する人は男性には何の制限もないのですが女性はい おいたるも若きも美しきも醜きも必ずベールかなんかを用いて覆面しなければならず会の性質上出席婦人会員のたしなみのためということになっておりますがおそらく綾子夫人の異常な嫉妬のためだろうといわれておりましたそしてこの放裂クラブなどというアブノーマルな催しも 子夫人の異常思考のためではないかというものさえあったのですでも誰の計画であろうと「放悦クラブ」はなかなかに魅力的な会合でした30人の会員の約3分の1は夫人ですがその夫人たちが1人残らず顔を隠してぽんとして舞いな々としておしゃべりをするのです 自分の表情を包むとということは、内気な婦人たちをどんなに大胆にする方法だったでしょうその効果を狙って婦人会員に覆面性を設けたとしたら主催者の頭の良さは容易ならぬものがあります男の会員は必ずしも若い元気なものばかりでなく中には分別盛りも過ぎているくせに 陥落を置いたりないんらんな肉欲の老中40歳50歳どうかしたら60歳近い男をさえ交えて覆面の婦人軍と共にまことに例えようもない異様な空気を醸しております放悦クラブの催しは大方会長の茶谷今夜の頭からひねり出され突飛で うで、どうかするとあまありました。ある時は最も猛烈な裸レビューが迎えられてその筐体の限りを尽くしある時は仮面舞踏会を開いて夜とともに踊り狂いある時は名ある板前が呼ばれて全国津々浦々から集めた美食悪食の珍味に舌包みを打たせるのでした。 仮初めにも観音を刺激して恍惚状態に導きうるあらゆるものは研究され取り入れられ味わい尽くされるのですもっとも会長夫人の意見で美薬麻薬だけは厳重に排斥され媒団と金儲けの相談は禁止されておりますそれは放鬱クラブのささやかなるたしなみでこの集まりが 官能的なものの追求であったにしては、文化人の遊びであるというわずかばかりの誇りを持つためだったのです。しかしそれを除けば。あらゆる。不都合なもの。怪しきもの。でたらめなものが。何の遠慮もなく。プログラムに盛り込まれました。 美しき声その夜の会合には真ん中の舞台は取り払われ30人の会員は会長を茶谷今夜夫妻をめぐって連座のように居並んでおりますこの建物の唯一の大広間はざっと30坪ほどの思ったよりは豪勢な部屋で青を思わせるやや渋いエメラルド色の私癖 赤い血のようなペルシア絨毯。関節光線は四方の投げしからほのぼのと照らしていかなるものにも陰影を作らせないのはなかなか心にくき設計ですその紙壁には歌丸と清永と晴信のこの上もなくロマンティックな木版浮世絵が掲げられ安楽椅子の間間3人に1つ 五人に一つ備えた正宅にはえがたい高級の西洋酒と西洋菓子がそれぞれ配置されて会員の飲むがままつまむがままに任せてあります窓の外は初夏の薫風が渡って月も多摩の森に延々と登った様子こんな晩よくこの辺りにはホトトギスが鳴いて過ぎることさえあるのです さて皆様私はこの良い夜を最も効果的なお話と魅力ある催しで過ごしたいと思います茶谷今夜が真ん中の席に立ってこう発言すると30人の会員たちはこの夜の計画の素晴らしかるべきを予想してパチパチパチと遠慮がちではあるが非常に熱心な拍手を送りました。 そのお話というのは「夫人はいかなる時いかなる点が最も魅力的か」という題でありますつまり夫人の美のうちで我々男性を捉えてエクスタシーを感じさせるのはどのような点かということを実例を挙げてお話しいただきたいのですその実例は、 話される方ご自身の経験でなければならないことはもうすまでもありません素敵だ賛成誰やらが相づちを打ちますが茶谷会長はそれをちらりと見て皮肉なが好意ありげな微笑を浮かべながら続けましたそれが一当たり済んだあとで今度こそはこのクラブ始まって以来の 最も魅力ある催しをいたしたいと思います。それはここに集まられた10人の婦人会員たち、私の家内を加えて11人の婦人方にそのベールを取り払って、玉の看板瀬を我々男どもに拝見させていただきたいということであります。ブラボー若い男が。 調子っパズれの大きい声を出しましたそればかりではありませんその11人の婦人方がベールを取ったところで皆様の投票によって今宵の話の選手の投球を定め夜のは車で乱舞の大共演を開くのでありますその話の選手は僕にいや私が第一に56人競い立つのを いや、しばらくお待ちください。お話となると、いつも同じ顔ぶれになって、だ肌、日が薄いので、今夜は、話し手を私から指名させていただきます。若くて、ロマンティックで、恋のためには、今すぐこの場でも死んでくれそうな、純情な青年たち。その中からまず、第一番に、笹村村一君を選びました。 波のような会場の空気をゆる拍手に送り迎えられて茶谷会長が着席すると青年笹村村一君が隣の席から立ち上がりました私私が？私が第一番に話すすんですか？ひどく面食らった様子で笹村村一は襟飾りなどを緩めております278のまだ大学を出たばかりといった好青年で 背の高い色のやや青白い女のような可愛らしい口元をした誰にでも好かれるような人柄です笹村君しっかりするんだ反対側の隅から声援を与えたものがあります多分笹村村一の友達の一人でしょう致し方ありません喜んで首の座に座って とっておきの話をいたしましまょう。笹村村一は観念した様子でおもむろに語り出しました尾崎紅陽の小説に「片えくぼというのがあります全く素性の知れない女と長い旅をしてその素性が知れないゆえに不思議な魅力を感じるという話であったと思いますが私も実はこれと同じく素性の知れない女と交渉を生じて 実に不思議な悩ましなまさををじたいっているのです。その上その素性の知れない女というのが世にも美しい声の持ち主で別に歌を歌ったわけではないのですが話す言葉でまさに「歌料ンガでこれに比べられる美しい声の人をレコードに吹き込まれて残っている近代の名女優サラ・ベルナール以外に私は知りません。 そこで私は茶谷会長の課題に答えて女の美しさの極致はその声にあると申し上げたいのです日本人の中には度数を聞かせるとか仁義を切るとか声の汚いのを得意にする人たちさえあり日本では婦人でさえもあまり声の美しさに関心を持つ人はありませんが私は声の美しさこそは 男も女も身についた最大の特徴で特に女にとっては何よりの大きい魅力であると信ずるものでありますしゃがれた声で恋を語るなどは考えただけでも身震いものではありませんかところが私は何の幸せか想像もしなかった女の美しい声をこの耳で実際に聞き生まれて初めて 高骨たるエクスタシーを味わったのですそれを申し上げることにいたしましょうアシュラ王お願い後ろを振り向かずにそのままじっとしていらっしゃって私の申し上げることをお聞きくださいまし5月の薫風のような爽やかなそのくせ 言いようもないかわいらしい声が私の耳元にささやくのです場所は帝劇の2階の奥の観覧席で映画は嘆きの王妃であったと思いましたラストシーン近くなって筋は絞られ環境は高まりまさにワクワクしながら画面に見入っているといきなり私の耳のそばで「若い?」 ししい声が緊迫した調子で、お願いですから映画の終わる前にそっと私を連れ出してくださいませんか私は悪者に狙われているんです人を殺すことなどを何とも思わない恐ろしい悪者に耳元のささやきは青白く震えましたがなんというそれは素晴らしいトンカラーでしょう 人間の生態で作られる肉声の美しさをこの時私は初めて知ったような気がしましたそれは甘えるような訴えるような言いようもなく複雑な感情を持った声ですが声そのものは純粋で透明で血管に注ぎ込まれたアルコールのように私の五蔵ロップに染み込んでいくのですガチョウの耳には ガチョウの声が最も美しく、人間の耳には人間の声が一番美しかるべきはずです「うぐいすの鳴くのもミミズの歌うのもそれぞれの異性を呼ぶ唯一絶対の美しい声であるのに人間だけは生活のためと言いながらドスを聞かせたり兜町で怒号したり選挙演説でわめき立てなければならぬ」とは何という浅ましいことでしょう。 おそらく数十万年前の人間の声は異性を呼ぶ時と異性と争う時のほかにはほとんど必要のないものだったでしょうたまたまその完結遺伝がこの婦人に現れて異性なる私の耳に「かかりんと響いたのかも分かりません私はふらふらと立ち上がって私の春街灯の下にその婦人の全身を覆いました。 私に助けられてそっと席を立った婦人が運動場に出ると慌てて厚いベールを下ろして美しかるべき顔を隠してしまったのは何としたことでしょう隠し残された丸いあごには桃色真珠の業史が早い廊下の明かりを受けて異様に神聖なもののように私の目にちらつきます私の顔を見たいなどとは おっしゃいませんわね。私は人様に顔を知られたくないんですものね管理してくださるわね笹村さんえ僕をご存じで私はがく然として振り返りました二人はもう帝劇の玄関を出て車寄せに立っていたのですよく存じ上げておりますわ四ツ橋工業のお坊ちゃん 私は全く二の句も告げなかったのです私の父親は四ツ橋工業会社の経営者で私は入社試験なしで入った一番無能な社員だということをこの夫人はどうして知っているのでしょう笹村さんは私を送っていってくださるわね私は本当に怖いんですもの私が自動車の中へ助け入れてやると 夫人はひどく甘えた調子でこう言うのでした。その調子が私をふらふらにしてしまって、資料も分別も失わせたことは申すまでもありません。私は車の中に入って夫人と並んで座ると、客席のライトは消されて、自動車は夜の街の風を切りました。運転手が気を利かしたのか、それとも運転手に命じておいたのか、 ともかくそれを合図のように婦人の柔らかい体重を私は肩の辺りに意識し始めたのです30分ほど走り続けると車は昔の絹田村今の世田谷区の端の方の木立の中に押しかくしたように立っているささやかな家の門につけられました「ここには誰もいませんしばらく休んで帰りましょうよ」 2時間ほどするとまた車が迎えに来ることになっておりますから夫人は独り言のように言ってさっさと家の中に入っていきますそしてどこやらのスイッチをひねると家の中いっぱいに光が氾濫するのでしたそのあとに続いて雌犬を追う雄犬のようにこの私がのこ,のこのこ入っていったことは申すまでもありません 小さい家はおもちゃのように綺麗でその家の一番奥の寝室らしい洋間はおとぎの国の王女の部屋のように見えましたややピンク色の味を持ったグレーの壁天蓋のついた大きい寝台マホガニー一式の家具青とまがいのスタンドそれはまことに美しい調和でしたがそれにも増して 夫人の黒い洋装と小さい黄色い帽子とベールの奥に輝く星の瞳とそして一つ一つが真珠のような美しい光沢を持った言葉が私の若い心をすっかり見分くしてしまったのですベールを取ってくださいませんかふたりは信頼に腰をかけてしばらく命名のことを考えておりましたが はちきれそうな好奇心の圧迫に耐えかねて私はこう言わなければなりませんでしたええ取ってあげるわでも私の顔はハガードの小説に書いた3,000才の幼女のように男の方が見ると気が変になるかもしれませんよでも奥さんと呼んでいいでしょうね <laughs> まさかお嬢さんじゃないわさベールを取りますよ夫人はもろ手をあげて黄色い帽子ごと自分の顔のベールを取りましたがハッと思った瞬間どこでスイッチをひねったか家中の電灯はいっぺんにパッと消えてしまったのですはっまあ驚かなくったっていいでしょうやはり 私の顔はお見せしない方がいいらしいの夫人はそう言いながら私の膝の上にそっと手を置くのでした奥さんせめてお名前を聞かせてくださいさあなんと申し上げたものでしょうどうせ本当の名じゃないんだからアシュラはどうインドの悪い女神よ <laughs> いいでしょ。奈良の博物館にアシュラ王の像があるでしょ真っ黒で劇場的で私はあの顔が大好き夫人は足をバタバタさせながらいたずらっこらしくこんなことを言うのです恋の遊戯 しばらくこんな遊びが続きました。が、不思議なことに婦人の美しい声は劇場的ではあるにしてもどこまでも清らかで闇の中に私とすれすれに腰をかけている婦人の態度にはいささかのみだらがましさもなかったのですどうして奥さんは私をこんなところに誘い出してこんなことをしなければならなかったんです 恋人になっっていたたただきたかったの。私はついに我慢ができなくなってしまいました少し無作法ではあったにしてもこう聞くべきことを聞いてしまったのに対して夫人の答えはまた平凡で無義行でそのくせ唐突な感じを与えたのは何としたことでしょう嘘でしょうあなたもそうお思いになってでも 嘘のの。ようなな本当なのアラビアンナイトの大魔王の嫉妬のために海中に封じ込められている美女のことを笹村さんはご存知だわねええ私はちょうどその女なの夫と名のつく大魔王の筋力と権力と知恵と腕力とそれよりもたちの悪い義理という呪縛にかかって 日の目も見ることのできない、とらわれの身なんです。夫の大魔王には三人の目かけがあり、夜に日を継ぐ不潔で不道理な歓楽があるのに、私は十七の時強制結婚がさせられて、それから十年の間、男の顔を見ることさえ許されなかったんです。恋などということは、私にとっては、 対象のない詩人の作った歌言葉の遊戯にしかすぎなかったんです夫人は劇場に駆られるらしく私の手をひしと握って語り続けましたそれは旋律のない言葉ではあったにしても私の耳には美しいオペラのアリアのように響くのです声の音色の美しさとその習字の良さと エロキションのうまさと何より感情の激発の単純な強さからくる効果でしょう私は月にたった一度墓参りという名義で夫の監視と呪話を免れることができます今日はちょうどその日で帝劇で映画を見ていると私のちょうど前に笹村さんあなたがいらっしゃるじゃありませんか で、私を。お騙ししたんです。誘惑と言った方がいいかしら笹村さんのお人柄を見込んで、たった2時間だけ、私の恋人になっていただこうと思ったんです。プラトニックないえ、とんでもない。最も現実的な恋に、私、ベアトリーチャなんかになりたくない。 私はあの大魔王に復讐しなきゃならない残酷で無知で一番辛辣な仕返しをそれにはプラトニックなんて手ぬるいことではダメでも私は笹村さんの前にいつまでも神聖でありたいの女としての誇りのためだけでも私は 私のあてのない低操を守らなきゃならないそれは恐ろしい矛盾でした夫人の言葉は真剣で熱心で少しの欺まんがあろうとも思われなかったのです男の方はひとたび女を征服すると翌々日はもう奴隷にしなきゃ承知しないでしょ私はもうそんなバカバカしい非征服者になりたくない 永久に四葉工業の御曹司の恋人であるためには私は私は私は激しい抱擁と熱鉄の唇とを感じましたゴミを超越した無味の味にはこのベールという無限表情を持った婦人の唇から私の唇へ溶鉄のように押されたのですそれからの1時間余りを 私と夫人アシュラなどという名でないことは明らかですが性格的にその夫人は悪神アシュラのように猛烈でアシュラのような魅力を持っていました二人は大身台の上に押し並んで夢心地に神聖な時を過ごしたのです内気な言いなづけ同士のように真っ暗な中で手を握り合ったまま頬と頬を触れて 半分は黙りこくってあと半分はおしゃべりをしてやがて木立の間からエンジンの音がして自動車のヘッドライトがさっと窓をかすめると夫人は手早く帽子をかぶってベールをあごまで下げてしまいましたさあ迎えが来ましたまた来月の今日渋谷駅のハチ公の銅像の前で合いびきの場所は通続な方が 人目に立たなくていいでしょ。<laughs> そう言いながら私の手を引いて隠れ家の玄関へ出たのでした自動車のヘッドライトが闇の中に女の全身を浮き出させましたルー・ビスト・ディ・ルーシューベルトの恋の歌が婦人の口から極めて自然に流れてたのです 初夏ののに消える余韻の美しさ。歌の技巧はまさに素人ですが天輪の美声はそれをカバーして涙させるような感銘を与えずには起きません話す声の美しさも抜群でしたが歌う声の美しさはまた違った趣のあるものでした大指揮者錦を参らせたという17歳のエレナ・ゲルハルトは「どうかしたら」 こんな魅惑的な声を持っていたかもしれません禁断の光。それから私は毎月一度ずつ6ヶ月に6回続けてその夫人に会いました渋谷のハチ公の銅像前から自動車に乗せられて絹田のかつては風痴区域に指定された 美しい木立の中の隠れ家。え笹村村一は残下台の前にひざまずいた熱心な罪深い信者のような恐ろしい努力でこの話を続けている様子です6回目は昨年の秋でしたいつものような真っ暗な部屋の中で寝台に押し並んでかけた阿修羅は近頃ではもうこう呼んでおりましたどうせ。 本当の名を知らないのですから。いつもと違ってひどく打ち慣れているのでその訳を聞くと最初はごまかして教えてくれませんでしたがとうとう我慢がしきれなくなったのかしくしくと泣きながら「二度ともうここへは来られない」「あなたと会うのも今晩限りになるかもしれない」というのです「そんなバカなことが」と言うと 夫の4番目の目かけが忠義立てをして私の後をつけこの隠れ家を突き止めてしまったのです夫はアラビアンナイトの大魔王よりも残酷で皮肉です私はどんな目に遭わされることかアシラはそう言って私の首に抱きつくと声を放って泣くのです涙は2人のほうを伝わって私の口へも したたかに流れ込みました。そんなこと、少しも恐れることはない。ここからすぐ、私と一緒に、世界の果てまでも逃げよう。私は、本当にそんな心持ちでした。ただ、仮そめの恋の遊戯で、半年経っても女の顔も知らない私でしたが、私はもう、この女、アシュラと別れる気になれなかったのです。いえ、いけない。 大魔王はどんな復讐をするかもしれない世界の果てに隠れてもあの人は私たちを探し出して人間の想像し得る一番残酷な仕返しをするに違いないそれに笹村さんはまだ若くて健康で幸福な将来を約束されている私はやっぱり芝居のお産のようなお園のような つばき姫のような、古い古い古い日本の女の方を守って、そっと身を引く他にはない。アシュラはそう言って、ひた泣きに泣くのです。それではせめて、本名だけでも明かしてくれないか。とせがむと、とんでもない本名を明かせば、明日にでもあなたは私を訪ねてくるに決まっています。そうすると、 私のひそかな恋の遊戯の相手が笹村村一さんということがいっぺんに分かってしまいます。私の夫大魔王は幸いにまだ私の恋の相手を知りませんが。いっぺんそれを知ったら、あなたは雷に打たれるように即座に復讐されるに決まっています。でも、私は赤ん坊のようにせがみました。 が女、アシュラは、どうしてもその名を明かしてはくれなかったのです。世の中に、恋の別れほど悲しいものがあるでしょうか万葉の昔から、いや、死教にも、ギリシア悲劇にも、恋の別れの悲しさを歌わない芸術というものはなかったはずですが、私自身がそれを経験すると、人類始まって以来の、 最大の大悲劇のような気がしてたった今この地球が他の天体と衝突して粉見人になってしまえと恐ろしい捨て鉢な気持ちにさえなるのです私はふと思いついたことがあって伊能からライターを取り出しましたアシュラの顔を見ずに別れるということは命にかけても忍びないことだったのです 私はアシュラの顔の前で片手に腰の辺りを抱きすくめたまま思い切ってライターをつけました不意に驚いた女が両手で顔を覆う前に私はその輪郭だけをキャッチしたのですそれは片輪でもアバタでも何でもないその過量民画の声よりもなお一段と立ち勝る美しさだったのです オルフォイは金を破りました。女アシュラは悲痛な声を残して窓から庭へ闇の木立の中へ地獄に引き戻される恋人のように消え込んでしまったのですはるかに自動車の音それからまた6ヶ月たちました私は 渋谷のハチ公の銅像の前へ6回立ちましたがあの自動車は影も見せてはくれません絹田の木立の中の家へも幾度か行ってみましたが6か月前まで貸した人はどこか遠いところへ行ったそうで近頃ではまるっきり違った人が入っております私たちを乗せてくれた自動車の番号を調べるとそれは 渋谷駅近い自動車屋のハイヤーでいかにもベールで顔を包んだ女の人を時々乗せたことはあるがあの時の運転手もいずどんな人か名もところも知っているわけはないという至極冷淡な挨拶です「私は一体どうしたらいいでしょう?」全く途方に暮れてしまいました笹村村一は力尽きた様子で深々と。 自分の椅子に倒れ込みました。カタストローフ非常に面白い。女の声の美しさにエクスタシーを感じたという説は、デカメロンにも両妻 C にもないことですが、失礼ですがそれは笹村君の創作ではないでしょうか。創作であっても、 非常に面白い話には違いないのですが放悦クラブの会長茶谷今夜は愛想のいい顔を振りあおいで話し手の笹村村一に問いかけました残念ながら全部が本当のことです私は小説家ではないのですからこんな筋を細々と作る才能はありません笹村村一は少し反り身に 公然としして言い切りましたではどうしてそんなことを発表なさるのです相手の方も迷惑することだろうしあなたも危険にさらされるではありませんかいや相手の夫人アシュラは4人目の妾の告げ口で悪魔的な夫に一切のことを知られているのですからこう打ち明けたところで迷惑を感じるはずはなく かかえって喜んででいいるののもしれないのです。私の危険など、もとよりり問題ではありません。私がこう打ち明けることによって私どもの愛がアシュラが軽蔑していたにもかかわらずとんだプラトニックなものであったということが分かってアシュラの夫も安心することでしょう笹村村一に言い伏せられて茶谷会長は黙ってしまいました。 それから証拠が聞きたいと言われるなら言ってしまいましょうこれは彼女アシュラも気がつかなかったかもしれませんが最後の晩ライターの光でとっさの間に私は彼女の大きな目印を見てしまったのです彼女の額広い美しい額のちょうどアシュラ王の木像の3つ目の目のある辺ありに 赤い小さいルビーのようなほくろがあったはずです茶谷会長も黙ってしまいました席に連なる11人の婦人会員美しいとも醜いとも見当のつかぬ11人の女たちの間には何やら激しい動揺の起こったことを軽眼な会員たちは見て取った様子です 笹村村一の話はそれで終わりました続いて立ったのは石崎守という髪の毛の長い男これは画家らしく女の持つ線の魅力について長々と話を始めました歌麿や清永の線のエロティシズム梅原や安井の線の頑畜組。それがマチスやマイオールの線からロダンの素描の線こそは まことにエクスタシーを感じさせるもので」などと脱線していくのです3人目は諸沢五郎という中年男これは異性の美しさは匂いだという議論で「蛇行鹿のメスがどうの人間の大衆がこうの」と大いに眼畜を傾けておりましたがしまいにもろもろの香料や化粧品は 文明の生んだ美薬の一つではあるが本当の匂いの美しさは清潔な人間の大衆に及ぶものなく分けても繕わぬ乙女の大衆こそは異性を誘う最高のエクスタシーでなければならぬと結びましたそれからまた二つ話があって最後に会長の茶谷は自分の席に立ち上がりました 夜はもはや12時を過ぎてにぎやかな一座のうちにも深夜の寂しさがどこからともなくはいよる心境ですさて次第に夜も更けましたここで今夜のお話は終わりとして5人のお話の選手に投球をつけたいと存じます本来ならば投票によって優劣を決すべきですが注目の見るところ 1> 第1番の笹村村一君のお話が最も面白かったこととしておそらくは異論はあるまいと存じますパチパチと会場の四方から拍手が起こりました茶谷会長はにこやかにそれに応えてそこでこれから皆様にお好みのお酒を召し上がっていただきご自由に食事をとっていただきたいのですが お話の第一席に優勝された笹村君に対しては特に私が秘蔵しているナポレオン名のの最上の武道士を堅持たいいと思いますこれは申し上げるまでもなく非常に類の少ない名手で黄金の汁のように尊いのですが笹村君の寂しさを慰めるためにはもとより惜しむところではありません。 下谷会長は臨室へ行ってかねて用意したらしいブドウ酒の瓶を持ってくるとその瓶いっぱいについた蜘蛛の巣やほこりの上から白いハンカチで包むように持って隅の方に小さくなっている笹村村一のそばに行きました「さあ私の心尽くしです」「一本。ありがたくちょうだいします」 笹村,村一は赤酒のコップになみなみと受けて目礼をしたままそれを唇に持っていくのです「待ってそれを飲んではいけない!」どこからともなく絹を裂くような女の声がしました笹村村一はふと躊躇しましたが次の瞬間にはもうコップを唇に持っていって一息に飲み干してしまったのです お見事茶谷会長は、それを手を挙げて褒めると、振り返って会場を見渡しました。さて皆様、お約束通り私はここで、夫人型全部のベールを取っていただくようにお願い申し上げたいと思います。放悦クラブもおそらく、今夜を最後に永久に解散することになるでしょう。では、 ご婦人の皆様、茶谷会長の言葉を待つまでもなく11人の婦人たちは金なぐり捨てるようにその夜のベールをむしり取りましたおほっ11人の婦人は美しいのも醜いのも若いのも年を取ったのもありますが男会員の全部の目は着せずして 会長茶谷今夜夫人綾子の顔に注がれました大アバタの見る影もないと言われた綾子の顔にがそれはあバタどころか磨き抜かれた宝石のような世にも美しく輝かしい顔だったのですそればかりでなく綾子の美しい顔の中ほどには 小さい小さいルビーのような燃ゆるほくろが一つ覆うものもなく会員全部の目に焼き付いたのでした笹村さん綾子夫人は椅子と椅子人と人の間をかき分けて安楽椅子の上にくず折れるようにかけている笹村村村一に飛びつきました。 ああアシュラ、やはりあなただ笹村村一は辛くも身を起こしましたひどい苦痛に襲われているらしく唇を噛んで真っ青な額口からはタラタラと冷や汗が流れておりますあなたはとんだことをしてくれました私が あれほど申し上げたのに笹村さんや子は人の見る目も構わずにひしひしと笹村村一に取りすがりますが肝心の村一はそれに応える力もなく苦痛に痙攣する体を辛くも椅子の腕着に支えじっと中空を見つめている様子です皆さん なめらかなくちびるがうごきましたこのほうえつクラブはいろいろなほうめんからエクスタシーをけんきゅうしましたがきょうこんやわたしはほんとうのエクスタシーみもこころもとけこむようなほうえつをかんじましたそれはぶきみなこえでした 皮肉で、尊大で、そのくせ除災なくて、勝ち誇ったものの声です。それは、復讐のかいみです。私の目の前で、これだけの多勢の観客に見尽くされながら、私の妻を盗んだ男が死んでいくのです。私は、 この男の名前を白状させるために、六ヶ月の間、妻の綾子を責めさいなみました。が、女の強情なのは鉛の熱湯でもいけません。あんなに痩せ衰えて、今にも倒れそうになりながら、綾子はとうとう口を割らなかったのです。会場を走る者は、 氷のようなな不気味な旋律でした。誰も口をきくものはありませんが茶谷今夜は極めて冷静な調子でこう続けるのです「今私の目の前であの男が死んでいく」「古いブドウ酒に混ぜた毒薬で私の心は 一年来結ばれていた私の心は、窓を開けて五月の空を仰ぐようにからりとした。あやこ、解放してやってはどうだお前の恋人は、七点八をしながら、それ、それ、死んでいくではないか。 茶谷今夜の指は笹村村一の苦もの姿を指して腹を揺すぐるようなこみ上げる笑いを笑うのです綾子は黙って立ち上がりました手を伸ばすとブドウ酒の瓶はまだすぐそばの正宅の上にあったのですおほっ！あまりのことに誰も止める隙もありません笹村村一のコップに注いだブドウ酒を 半分は注ぎこぼしながら綾子は2杯3杯と続けざまに煽ると勝ち誇った夫大魔王茶谷今夜の顔を振り向いても見ずに「村一さん一緒に」笹村村一の体を抱き上げるように囚人監視の中にひしとすがりつくのでした。 アシュラ歌って笹村村一の唇はわずかに動きましたではいつものシューベルトを「ルービストディール」それは美しくも寂しい声でしたが 細やさしく死にゆく人の声とも覚えぬ潤いと光に満ちて会場に化石した30の会員はあまりのことに何をするのも忘れてこの白鳥の歌に聞き入るほかはなかったのです茶谷今夜の夫人綾子と笹村村一は死んでしまいました 玉川メリの放鬱クラブはその夜のうちに火を失し,して焼け茶谷今夜は4人の目かけと巨大な釈罪を残してどこかへ姿を隠してしまったのです死にゆく綾子が息も絶え絶えに歌った「何時こそは」の歌は30人の会員たちに忘れることのできない 美しくも凄まじい記憶として残ったことは言うまでもありませんこれこそまことに仏説の宝閲に誤入した三禍とでも言うべきでしょうかご視聴ありがとうございました野村古道の作品は他にもこのようなものを朗読しております どうぞ。合わせてご視聴ください。